初回先発西野が守備のミスでピンチを作るも無失点に切り抜ける。藤岡さん、病み上がりとはいえなんやそら。慌てすぎだろ。うがいしてきたらエラーしてた。ともすぎ、よし西野よく踏ん張った。西野ナイス。よく耐えたわ西野。西野は6回無失点の投球でマウンドを降りる。球数的にこの回までか。お疲れ西野。打線奮起してほんま。おじさん投手が頑張ってるのに。最後の力を振り絞ったな。西野この回までだよな。変に引っ張らないよな。西野お疲れ。7回ノーアウト1、2塁のチャンスを作るもバント失敗などもありチャンス生かせず。くさ。ダイソーの意味 WWW。 重くクソ投手に取らせるバント。外がいなくなっただけ。外、ワロタ。最悪の展開ですね。よっしゃ、流れ来たぞ。ロッテ、流れを潰す。ここバント決めてたら得点の可能性かなり高かったのにな。8回3番手で登板した鈴木が1アウト満塁のピンチを迎えるもダブルプレーで切り抜ける。おお、鈴翔。友杉よくやった。友杉やるやん。鈴翔さすが。右方向しのぐか。すごいわ。暗黒対決は譲れない。これ流れ来るだろう、普通のチームなら。9回満塁のチャンスを作りかく中の押し出しで待望の先制点。さすが角中の威圧感。きたきた。いかにもロッテらしい得点。暗黒対決先制。さすがく、久しぶりの得点。白心顔に恐れたな。最後は増田さんがなんやかんや抑え勝利。盛り上げ上手にも程があるだろう。勝ったけどひどすぎる試合。勝った気しない勝ち。心臓止まるかと思う。ともすぎ代打じゃなくてよかった W。 ともすぎええやん。ともすぎ楽しんでいただけたかな。というか9回だけ見ればよかった試合。これぞ劇場。金打線を制した。これが抑えなんよな。リードして終わればええんよ。